みんなこんにちは、アテナくんだよ。ミツバチってどれぐらいの蜜を運んでいるんだろう。今日もミツバチのお姉さんにお話ししてもらうことにするね。あら、こんにちは。今日は何を聞きたいの？私たちがどれくらいの蜜を運ぶのか知りたい？いいわ。私たちは自分の体の半分ぐらいの重さの蜜を運んじゃう。時には自分の体と同じぐらいの重さの蜜だって運んじゃうのよ。力持ちでしょ？さぞかしたくさん運ぶんだろうって。それでも私たちが1回に運べる蜜の量は耳かき1杯分ぐらい。一生かけてもスプーン1杯分ぐらいなのよ。さあ、たくさん集めて巣に戻らないと。お腹も空いちゃったし。え、集めてる時に蜜を食べちゃえばいいって？残念だけどそれはダメなの。お腹が空いても自分で取った蜜を食べるのはダメなの。餌は巣に帰ってから他の蜂から口移してもらうのよ。さあ、みんな待ってるからこれで巣に戻るわね。じゃあねー。働き蜂さん、ありがとう。いろんなお話聞けて楽しかったね。今日のまとめ。蜜蜂の集める蜜の量は1回で耳かき1杯分ぐらい。一生ではスプーン1杯分ぐらい。今日も見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録してね。バイバーイ。